り概念として一つ1とキーパーの間を使うコーナーがあった方がいいんじゃないかなっていう、この状態からスタートしてこいつは3番の後ろ回って1とキーパー、こいつは結構同じぐらいのタイミングでちょっと2番にがちょっと顔振ったら分かるぐらいのところまで回って、この選手も同じタイミングぐらいでスタートして、ここからの自分の担当の可能性が高かったケンスがいなくなる、この状態で匠がちょっと入ってすぐ回る、アテンがここじゃなくてちょっと このぐらいまで見る、その瞬間にこう、もっと一回こっちが行ってからこっちが入りたいんだ、ちょっと遠いぞちょっと遠いぞ、絶対リト3の間この辺でヘディングしたりとかっていうのがここじゃなくて、スピード今度上げすぎないでもらいたくて、リトさんの間に入るやつは自分のところにボールが来るって頭を持ってるよ、行こう、はい、そうそうそう、ナイスナイス、怪我しないままあのだったらどうだったかなっていうのはよく思います。高2の冬なので、おととしですね、前十字靭帯断裂なんですか、と半月板の損傷です。小6から中学生の試合出させてもらったりとか、中3の時に高校生の試合出させてもらったりとかっていうので、まだしもうまいけど、むしろなんか弟の方がやべえぞみたいな感じで、あんまりこうそういうこううまくいかない期間みたいなのは正直なかったんですけど、なんか今めちゃくちゃ辛いっていうか、やっぱり。どうしたらいいかわからない、自分の代 その選手権出れてないんですよ、でもあのメンバーとやることはないんで、まあ、無理っすよ、戻りようがない、高3はなかったことにしてます、高3の試合というかこうあれはもうなかった、そんなものはなかったと思って、長旅お疲れ様でした。バス組は14時間半かかりました。もうチキチャンピオンズリーグが決まっている中で、ここで3日で5試合やるというところで言えば、チキチャンピオンズリーグの、最高のなんていうのかな、テストの場というか、まあ、これ以上ないものになるわけだから、まあ、順当に本当に行った時に、オシャのサテライトと決勝をやって、まあ、純粋にこの大会だけで考えても負けたくないし、地域チャンピオンズリーグの前哨戦になる、間違いなくなると思うんだけど、俺ら勝ち上がったら絶対に出てくるチームだし、まあ、そこを一回ここで叩いておくっていうのは一つ大きい意味があると思う、まあ、そこにもしっかり大きいモチベーションを持った中で臨んでもらえればなと。吉井中にとって板垣隊はもう3段くらいレベルアップできた場所で、ここもそういうターニングポイントできればてかしないと出ない、お前や、泣くなよ、いや、昨日とかしようと思う、まあ、せやな、まだ分からへんか、3秒で聞くよ、よし、3秒、はい、ラジオ、はい、頑張りましょう、はい、行こう、行こう、勝たなきゃ赤字やな、間違いない。週刊ハンターの高揚さんに一番。週刊ハンターやれねえか感じ。何も惜しい人なんですよ。惜しい人はあったかもしれないけど。
前半のセグドラッグ一番ねえかそういうわけでも人数も少ない中でやってるから疲労もある中での決勝になることは間違いないんだけど第8回第9回といただき杯はこちらのサテライトに俺は負けてしまってるんでまあその過去をたどれば5回大会かなあのちいちゃんの代わりにやった大会も、決勝で負けてるしいただき杯だけで言えばこちらのサテライトに俺は3連敗してる状態なんで一番はやっぱりフィジカルベースがすごく高いのにまあ、その部分で戦わなきゃいけない部分、フィクソとリボの部分で戦わなきゃいけなかったり、体をぶつけ合うシーンというのはもう絶対に負けないようにしてもらいたいんだけど、プレスの強度が高いときに全部そこでぶつかり合うだけではなくて、しっかりそこを外しながらやるというのも必要ね。そしてセグンドのところを徹底して体を入れるとか、そういうディテールが勝敗を分けるからね。ベンチも含めてそこに目をしっかり向けて戦っていくことかなと思います。絶対に当たり前だけど楽な試合にならないんで、厳しい試合にだという前提でうまくいかないこともたくさんあるという前提で戦っていくうまくいかない時にイライラしたりマイナスに絶対にならないようにそれがもう当たり前だ次の試合はそういうのもしっかり受け入れながら、まあ、そこも楽しみながら最終的に40分終わった後に勝てるように全力を尽くしていきましょう、まあ、楽しんでいこう。
人が。ファールしてんだよ。あと半分ぐらいあるから試合。俺絶対にある。当たり目だ。そういう試合だ。そういう競技だ。例えばハマるな。湯気が見える。あとは体力だな。今整ってるか。あ、体力大丈夫。俺ダメ。俺体力大丈夫。俺ダメ。なんかお前言ってもできねえ。それが一番嫌。このままの今すごくアドレナリンも出てテンションが上がってる状態でそれを抑えろとは全く言わない。もうしっかり出し切ってトレーニングでやったようにリミッター外して戦っていく。その中で一つ冷静になる。球際のところ感じ、余計なファールしない。ゲームが壊れる。マジで第2 PK 絶対うまいよ。フリーキック絶対うまいよ。
ファールして止めるっていうんだったら最終的に優勢がやっぱりああいうのを止めてくれてるんだから、ファールじゃない手段で止めに行く、ファールを使わないで止めに行く、ファールというカードを切らない、簡単にそこに大きい勝負の分かれ道があると思ってやる。ただそれは気持ちを抑えろって言ってるわけじゃない、気持ちは全開で解放して戦っていく、そこだけ。ケンス大丈夫 OK、 めっちゃ楽しみ、全力で楽しんでこい、行こう、全力でこう。じゃあどんな展開が待ち受けてるか分かんないけど、全部受け入れて楽しんでいきましょう。勝ってるからね、勝ってるから。そうだよ、行きます。せーの、ザッ、勝て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 、下からオッケーじゃなくて他のところからはあるからね。はい、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 はで情報キャッチして伝え合おう。パワープレイのポイントはダイレクトと一個飛ばし。ダイレクトは相手主導でできちゃうかもしれないけど、一個飛ばしは頑張れば防げる。そこだけしないようにコンパクトにしっかり回転しようで、シューターになったら最終的には下消すことと、最終的にはセグンドをしっかり相手の前に入ること。相手がポスターがここに入って、相手がこの状態で絶対ここに入るの。そこだけ徹底しよう。ベンチも含めてやろうじゃん。よし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 、
さんから頂き会がこう始まるにあたって、うん、もっとこう貪欲になれみたいな、うん、別にファールなんかあの何回してもいいし、もうお前はもっとガツガツいかないとっていう、うん、言うたらあの中だったらレベル全然上手くない方なんですよ自分って、うん、なのになんか今まで上手くやろうとしてたなと思って、そもそも思い返してみたら別に中学校高校も、まあ、プレースタイルはだいぶこう荒ぶれてやってたというか、多分全然自分じゃないことしようとしてたなって思って、それでちょっともうあのやっちゃろうと思ってうまいとか関係なしに、で多分自分の中でそれが一番出たのが決勝のあれで、あのまあファール結果3回してジュンさんにぶち切れられたんですけどあのそれが別に自分の中でよっしゃってわけじゃないんですよ。それはもうめちゃめちゃ反省したんですけど、ただなんか楽しいなと思って、うん、このフットサルが、うんうんうん、なんかトラップうまくやろうとか、なんかこうシュートをきれいに決めようとか、そういうのじゃなくて、もうとりあえず前向けたらシュート打ってとか、うん、うまくできないのをもう前提としてもう今プレーしてて、トラップでもミスった後それをもうミスってないかのようにシュートまで行ってゴール決めちゃえば、もうそれが正解だなと思って、なんかもうその場にストンって落とすトラップしても、それが別にゴールになんなかったら、そのうまいトラップは別に何でもなくなっちゃうんで、そこじゃねえなっていう全然違えなと思って、だからもうほんと収めることは二の次で、収めらんなくてもゴール決めるっていう、そこっすね。もうがむしゃらにやるっていう。写真で回して、メンバーだけどまず、迷いが若干まだ吹っ切れてない状況だけど、本人がでもアドレナリンでどうにかできる可能性があるところまで来てるから、あってもベンチにいる。でもしこれが判断として、アップもしくは試合中に出てみたけど無理だったら無理で、別にネガティブに捉えない、もうそれは切り替える。アテンがベンチにいるっていうことをポジティブに捉える。一番今日ポイントになると思うのは引いてきた時、俺らとの関東リーグでは基本的にそこまで引いてないんだけど、この地域チャンピオンズリーグになった瞬間に引いてるから、ここにストレスを絶対に抱えないこと。相手が動くのはどういう時か、ボールが動いてる時じゃない。ボールがどんだけ動いたって相手は動かない。人が動いたら相手は動く。だから明確に動きを入れていくこと、パス、ローテーション、ピボって狙いに行くな、ここな狙いに行くんだけど、閉じられてできなかったらパス、思いっきりパラレラ、この状態だったら、この状態見て出せなかった時のこの左足のピボってはあるかもしれない、距離も短いし。それでもうまくいかない可能性あるな、定位置攻撃で1点も取れない可能性あるな、リンドバロスは40分間で1点も取れたらあれだけ攻撃力があるだけど、ディフェンスどう、攻撃がうまくいってようがうまくいってまいが、俺らのディフェンスは変わらない。俺らのセットプレーはどう、何にも変わらない。セットプレーはセットプレー、攻撃がうまくいってない、ピボと合わない、イライラする気持ちはめっちゃわかるよ。頭を切り替えること、ここだけ意識徹底してやっていこう。
いい。俺らは何で満足する？今シーズン。3位。何にも意味がない。準優勝？予選敗退と同じ。優勝しかない。地域チャンピオンズリーグ優勝。もうこれしかない。そのためにまず、いたちか八戸戦の反省を生かすと、優勝じゃなくてまずこの準決勝絶対ぶっ倒す。同じ関東リーグのクラブに対してリスペクトを持って俺らがぶっ倒す。絶対にいろいろあるから、今日の80分間でネガティブな現象が起きないなんてこと絶対にない。失点が1失点もないなんて絶対にないんだよ。1年間ずっと言い続けてきたな。そこに俺らの弱さがある、そこと向き合う。何回言ったか分かんない。もうリールで俺も自分の声何回聞いたか分かんない。何回同じこと言ってんだ今日のって感じだった、はっきり言って。でも俺らは弱いんだよ、そこに。そこがヒロキも弱いんだよ、アテンも弱いんだよ、イッシも弱いんだよ。でもいいんだよ、そこと向き合って、そこで自分たちを奮い立たせて、そのタイミングで。そのために宮崎翔平している。俺は一本釣りしてる。チームに安定感をもたらすために、プレーのクオリティもそうだけど常に同じテンション。そのために仲居がいる。みんなで力を合わせて一つになって、もう一回確認するけど、新義体、もうここからは義体じゃない、新新の中でもチームの輪だ。絶対に崩れない、折れない。次の試合もまず40分間しっかり戦おう。行きましょう。頑張ります。頑張るしかない。頑張りましょう。僕のために一人外れちゃってるんで。いやでもいけるよこれ。いける？びっくりしてないもん。思った。ほら、いいよいいよ。いや何しに来たんだって話ですからね。開始さ、あの開始の最初のセットで怪我しちゃってるんで。戦おう。やるしかない。奪いに来すぎないディフェンスにペースを握られないように自分たちからアクションを起こしてる。新しいことやらない？やってきたことだけ徹底し出してください。うるさい。
シュートを全員でそうブラインドプラスこぼれを狙いに行くで全然いいと思う。余計なことやらないで入らなくてもしっかり切り替える1-0クローズ何にも問題ない。ただの 1-0 じゃない。相手メンタル的にめちゃくちゃ来てるからゴーにやられまくってマジもう脅威にしか見えてないから絶対問題ない。 1-0 全然問題ない。もうこれ決めたらラッキーだと思うぐらいでいい。入ったらラッキーで全然いい。行こう絶対行こう。ファールやない、ファールやない、ファールやない。ヒロキに当たるのだけやめてよ。ダメージは間違いなく大きい。ただこれ前半と後半で戦い方が絶対に変わってくる。前半の相手のダメージはあまりにもでかすぎると思う。特に攻撃何もできてない、間違いなく。で最終的にはもうキーパー全部使ってきてるんだけど、もし足元と同じくつけてきたら自信持ってやっていく。ただ後ろ向きにされた時の全力戻しだけブレずに絶対にやること。昨日みたいな攻撃の最高の割はゴール、攻撃の最低の割は失点だ。後ろ向きにすると失点ないよ。そんなにもっと明確に矢印向けろ。宮と弘樹のパラレラめっちゃ良かったでしょ。直のところもめっちゃ良かったでしょ。もっと入れていく。ボールホルダーがいい状態だったら明確に入れていく。矢印を前に向けるプラスピボだ。オッケー、よく乗り越えてる。あのゴール取り消されたの結構メンタルでかい。よく乗り越えてる。みんな特にベンチだけでピッチ上のやつが乗り越えてたのはでかい、でかい。いい、ブレずに戦うこと。一緒や。優勝したらどんだけ調子こいてもいいから。マジでお前1点取って調子こき始めてるけど、どんだけ調子こいてんの。今回ばっかりはお前と出会ってもう十何年経つけど、優勝したら調子こいていいよマジ。優勝したらだ。何にも成し遂げてない。1点取るためにやってきたわけじゃない。とりあえずこの試合をまずしっかり勝とう。ブレずに戦おう。絶対難しい時間が来るよ。その時にみんながブレないで戦えるかどうかな。弱い自分たちと向き合えるかどうかな。失点した時にな。 OK 行こう。めちゃくちゃいいぞ。どうぞ。タケ、抑えてくれてありがとう。よし、行くぞ。エンジン組んでいこう。エンジン組んでいこう。じゃあ一丸やで、一丸やで。一心、何してんの。そこはもう勝ちましょう。ドン、おはよう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 。他のみんなは、大丈夫。
大丈夫。いける。いける。行こう。信じよう。信じよう。行こう行こう行こう。行こう。信じよう。大丈夫だよ。大丈夫だよ。
優勝できんのこの大会キモすぎる。どうやったら優勝できんのマジで。むずいっすね。全然悪いゲーム運びじゃなかったけど、このチームで勝てねえかマジ。